借金25万、ニート大学5年生の休日。こんばんは、生の7です。まもなくタイに飛び立つ僕は、たまたま実家にあったタイの旅行雑誌を熟読しています。もちろんこんな時間まで熟読しているとお腹が空いてくるので、ゴキブリに怯えながら冷蔵庫を荒らします。借金25万割れ、ハーゲンダッツを見つけ出しました。日曜の夜ぐらいは高いアイスを食べて、明日から頑張ろうという気持ちを作ります。まあ明日も生きるという予定しかないんですが、借金25万無職でも生きるという目標はあります。そんな僕はクッキー&クリームを選びました。バニラ、イチゴ、クッキー&クリームを比べるとクッキー&クリームが一番内容量が多い気がするのでお得です。